続いて参りましょうか、はい、続いてはランキング4位です。マトリックスパワータグの皆さんです。どうぞ。マトリックスパワータグはこういうチームです。つかみは OK です。はい、はい、マトリックスパワータグはレースももちろんですけれども、こういう場所でもしっかり守れてくれるというチームですのでね、はい、ぜひ覚えていただきたいと思いますさあでは、まずお話を聞いていきたいのは安原選手、安原大輝選手、はい、今のこけた安原選手、実はマトリックスパワータグは監督、ね、安原監督、ま、その大輝選手はね、息子さんなわけなんですけれども、実は監督が現場にいない方が勝てるという話を監督自身がこの間ぼやいてたんですけど、実際そうなんですか？そうですね、やっぱ監督いない方がちょっとみんな気楽になってちょっとみんな力発揮できるっていう。なるほど、それはこうメンタル的なところなんですね。そうですね、はい、いない方がステージ上がるときにこけたりとかできるっていうことですね。それもそういうことなんですか？はい、そういうことです。伸び伸び、はい、伸び伸びできるっていうことなんですね、はい、ということは明日明後日のレースに関してはいい結果を期待してもいいんじゃないかと。はい、いいです。言い切りましたね。楽しみにしますんでね、はい、頑張っていただきたいと思います。さあそして、まあ、せっかく大分県に来たわけですから、初代吉選手、大分県といえば何を思い浮かべますかね？大分県ですか？はい、去年いたんですけど、はい、去年いた選手で大分県出身で、はい、池部壮太っていう選手を思い出すんですけど、すごく短すぎる話ですね、はいはい、でもしっかりねこういうところでもこう笑いを誘おうというねその意気が伝わってきます。レースの方も盛り上げてください。ガキタイムしてますね、頑張ってください、はい、お願いします、はい、マトリックスパワータグです。レース以外のところでもぜひ注目をしていただきたいと思います、はい、さあそしてね、マトリックスパワータグはこの後明日明後日のレースで、チームランキングを3位に上げることができるかというところもかかっていますので、はい、ぜひ皆さんも熱い応援よろしくお願いいたします。はい、マトリックスパワータグの皆さんです。大きな拍手お願いします。帰りは意外とシンプルに帰ってくださって、はい、って言っちゃうとなんかやらなきゃいけないってなっちゃうんですよこれね。待ってたのに、ありがとうございました、はい、さあというわけでここまで、チームを紹介してきましたけれども、はい。